こんにちは、佐藤隆です。いつも応援ありがとうございます。この8月、毎年夏のことですが、ヤングピープルズコンサートを開催いたします。このコンサートはもともと僕の先生であったレナード・バーンスタインが、ニューヨークでアメリカの子供たちに、テレビ中継で始まったシリーズですが、それを、僕は受け継いでこの日本で自分のやり方で、やってきた、もう十何年続いた、毎年夏の子供たちの贈り物です。とにかく特別なコンサートです。演奏するだけではなくてお話をして、それで皆さんにも参加してもらおうという企画が盛りだくさんに詰め込まれています。今回はできれば皆さんに縦笛を持ってきてもらおうかと思います。オーケストラと一緒にですね、チラシにも楽譜を印刷してもらったんですけども、例えば聖者の行進であるとか、オーケストラバックにぜひ皆さんが学校でやってる、縦笛をみんなで力を合わせて演奏したいと思います。簡単なコースも作ってあるし、メロディー以外のパートを吹けるコースも作ってあるので、久しぶりに縦笛持ったなっていうお父さんお母さんもおじいちゃんおばあちゃんも参加できるように考えています。聖者の行進もあれば他にもっと難しい曲にもチャレンジしてもらおうと思いますし、オーケストラもリハート・シュトラウスのバラの騎士っていう、これはオペラのオーケストラ組曲ですけど、それを主なウィンドウオーケストラとメインの曲として皆さん聴いてもらうと思います。ですのでがっつりと演奏会を聴いていただき、そして皆さんにも演奏者として参加してもらうことも考えています。でそういう話をしながら、指揮をする、表紙を取るっていうことはどういうことなのかっていうことが、今回の演奏会の前半後半にずっとつながって流れていくテーマになっています。チケットの値段なんですけど、こんだけ大変な曲を入れ込みながら、子どもたちには1000円のチケットで来てもらおうと思います。大人の皆さんは3800円ですが、どちらにしろかなり予算をチケット代を抑えてですね、たくさんの子どもたちにこれを届けたいと思うプレゼントですので、ぜひいろんな友達を誘って、来てほしいなと思います。音楽にはやっぱり得意不得意があると思います。楽器を演奏するのが得意な人、歌を歌うのが得意な人、音を鑑賞するのが得意な人、そういう得意不得意っていうのはスポーツ、体育でもそうですね。自分の得意なスポーツが、球技が得意だったり、跳び箱が得意だったりすると思うんですけど、だけど音楽に関しては好き嫌いはない方がいいなと思ってます。ですのでこのヤングピープズコンサート、初めてオーケストラを聴く人には持ってこいだし、何よりもこの演奏会を聴いてもらって音楽は大好きになってくれるんじゃないかと思います。皆さんのお越しをお待ちしています。